じゅんちゃんの一言。韓国の夜、遅い時間に聞こえる、思い出の声。夕方10時ごろになると、お腹が空くんですね。今の韓国は、出前がかなり発達していて、いつでもどこでも食べたいものを注文して食べることができます。 しかし、以前はそうでない時期もありました。その時間になると、窓越しに聞こえてくる声がありました。軽く植えたお腹を満たしてくれるおやつを売っているということです。 구독과 좋아요 부탁드립니다.